サッカーを愛する皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。大変に激しい雨になりました東京の国立競技場です。キリンカップサッカー86、今日は迎えて第2戦です。日本代表、そしてヴェルダーブレーメン、ブラジルのパルメイラス、そしてアルジェリア選抜、この4チームのリーグ戦によりまして、今年のこのキリンカップの覇権を争います。今夜はキリンカップ86、日本代表対ブレーメンのゲームをご覧いただきます。解説は日本サッカー協会の岡野慎一郎さんと森高司さんです。ちょっと岡野さん、あいにくの空模様です。そうですね、残念ですね。しかしこの雨の中、これだけ大勢の人が見に来てくださってんでね、はい、天気だったらなとつくづく思いますね。そうですね、森さんね、はい、まあ、ブレーメンといえば奥寺ということで、少年たちに希望の火をずっと灯し続けた奥寺君が、はい、まあ、ひょっとしますとね、このゲームを失うと優勝を逸するということもあり得るわけなんですけども、はい、まあ、どんな期待を奥寺ブレーメンになさいますか。そうですね、やはりドイツのね、はい、プロチームとしてのね、と同時にまあその中のプロ選手としてのね、やはりプレーに対するその責任というかね、それから自分の仕事はこれだっていうかね、そういったそのまあ、プレーぶりをしっかり見てほしいと思うんですよね。なるほどね、非常にいい表情をしてますよね。そうですね。それでは早速ゲームにご案内いたします。本当に火のつくような雨になりました。グラウンドはご覧のように、まるで森さん、ウォーターポロをやるようになりましたね。そうですね、先ほどからどん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 水たまりが増えましてね、はい、ちょっと残念ですけどね。そうですね、前半右にヴェルダーブレーメン、左側に日本代表です。それでは日本代表のメンバーからご紹介します。ゴールキーパーは松井、ディフェンスは8番で西村、3番石上、2番加藤久志、6番が津波、そしてリンクマン7番で日本代表初陣の堀池、7番が宮内、10番が木村和志、フォワード13番手塚、12番松浦、15番が柱谷。一方のヴェルダーブレーメン、右ゴールキーパーは21歳若いオリバーレックを使いました。オットー・レーハーゲル監督、2番がシャーク、12番がオッテン、4番がクツォップ、5番がブルーノ・ペッツァイ、そして3番が奥寺康彦、6番がメールマン、8番がボタバ、9番がフランク・ノイバート、10番がマンクレート・ブルグス・ミューラー、11番がノルベルト・マイヤーです。若いキーパーのオリバー・レック、今日は岡野さんね、はい、こういうコンディションですからね、まあ、ハプニングの連続ということがありますね。ありますね。もうこういう今のようにね、ボールがパッと止まりますからね、はい、こういうことを考えてプレーをしないといけませんね、はい。まあ、ゲーム開始前にオットー・レーハゲル監督とジャーマンウェザーというふうに私は、まあ、冗談めかして言ったんですが、これはジャーマンウェザーというよりもこれは洪水ですよね。そうですね、ちょっとね、ちょっと本当に最初に言われたようにウォーターポロみたいな感じですね。はい、まあ、これだけの素晴らしいプレイヤーにとっては気の毒なコンディションです。レフリーは長岡さん。しかし森さんね、はい、今日はレフリーもだいぶ総力をいつもより使うんじゃないですか。そうですね、体力をやっぱり使いますですよ ね、まあ、このブレーメンということになりますとディーター・ブルデンスキーなんですが、今日はブルデンスキーはベンチ、1965年2月27日まで184センチ、若いキーパーのオリバー・レック。岡田さん、初めてご紹介しますね。そうですね、楽しみですね。6番のメールマン、まあ、こうした状況の中でいつも岡野さんにお話を伺いますけれども、やはり基本のキックがどうできるか、それから体力の持久力がどのくらいあるかということも非常に大きな要素になるんじゃないですか。その通りですね。やはりグラウンドが悪いとどうしてもボールが予期しないところに止まったりしますね、はい、そうすると体の急激なストップとか反転でどうしてもエネルギー消耗していく、はい、それからボールがやはり濡れて多少重くなります。そういう意味ではパワーというものがある程度までゲームの流れを変えてきますね、はい、フリーキックです。ディフェンダーに当たりました木村和志、グーッといきますが
8番のボタバ、チェコスロバキアの代表歴も持っているボタバ、向こう側に蹴りました。やはり岡野さん、いつもブンデスリーガのゲームを皆さんにご紹介しているときにはですね、体の、両チームの相対的な大きさというものがわからないんですが、日本選手と対戦しますとやっぱり胸板の厚さ、ももの太さ、全体のバランスというのがすごいですね。そうですね、ずいぶん日本の選手も鍛えられてきましたけどね、はい、やはり比較するとちょっとね見劣りがする。そうですね、これはまあしょうがないですね、はい、基本的な体型の問題もありますからね、はい、ところで森さんね、はい、この新生日本代表、森さんが今までコーチをし、監督をし、教えて、そして今現在石井さんに渡されましたね、はい、どんなそのプレイヤーたちには期待を今日は持ってらっしゃいますか。そうですね、やはりね、僕は第一戦で、はい、アルゼリアに勝ちましたんでね、2対0、ですから今日はね、悪くでもね、はい、引き分けると、はい、そうすればやっぱ決勝行くチャンスっていうのがね、はい、出てくる可能性がありますので、ね、そうですね、ボールが止まります。スライディング、すごい勢いです。手塚君ですね、はい、ジョニー・オッテン前方にフィード、奥寺、ボールは出ません。センタリング、ランダーいいボールだ、シュート、もう1回危ない、キーパーチャージ、しかし奥寺のいいプレーでした。いや、やっぱり奥の左足なかなか鋭い、岡田さん、グラウンダーのセンタリングでしたね。そうですね、それから最初大きくトラップしましたけどね、はい、ちゃんとうまく水の溜まってるところへね、はい、ボール出したんで長めだったけどちゃんと止まりましたね、読みが良かったですね。キーパーの松井、奥寺のヘディング、その前でカットしました。日本代表、手塚、ホイッスル。今日は若い20歳の堀池はブルグスミューラーについています。松浦手塚コンビということになりますと、確か森さんが監督に就任された5年前のジャパンカップ、あの時には初陣ではなかったかというふうに思ったんですが、そうですね、松浦選手もそう言ってましたね、はい、あの時はエバートンと試合やりましたね。そうですね、大きなクリアリングキックが必要です。6番の津波、前方にフィード、12番松浦、松浦が現在絶好調という石井監督のお話なんですが、今日はこのコンディションの中でどこまで力を発揮できますか。ミッドフィールド、木村和志、いい動きです、キーパーオリバーレック、20歳です、184センチ81キロ、フランクノイバーとボタバ、そして右のオープンへ2番のトーマス・シャーフが上がってくるか、11番マイヤー、ボタバ右へ展開する、ちょっと日本動きが止まった、ボタバだ、ボタバシュート、ゴール、先制のゴール、やはりブレーメン見事なキック、見事な集中を見せました。やはりグラウンドコンディションが悪い中でも、森さんね、いい感覚ですね、はいはい、そうですね。6番のメールマン、10番のブルグスミューラー、最後は岡野さん、この辺りはブルグスミューラーの年季ですね。そうですね、やっぱり点の取れるところに出てきてるんですよね、はい、ボールが止まるんでディフェンダーどうしてもボールに集中してパッと集まりますからね、はい、仕方がないとはいえちょっと点早めに取られすぎましたね。そうですね、もう36か7ですよね。はい、そうですね、はい、ナイスゴール、元西ドイツ代表のブルグスミューラー、先制のゴールを挙げました。岡野さんがおっしゃったように、やはりボールが止まるということはマークする人間よりもボールに目が行ってしまうんですか。怖いですからね、はい、どうしてもカバーをしようというのが逆に言うと下手するとこれはブレーメンのファウル。5番のブルーノ・ペッツァイ、オーストリアの代表選手です。本当にこうしてみますと日本の選手に比べてドイツの選手は大きいなという感じがしますね。特に今のペッツァイというのはね、中でも大きい方ですからね、はい、チームの中でも、はい、
鉄斎188。さあセットプレー、直接木村君狙うかどうかですね。そうですね、そうですね、多くの観衆の目が木村に集中します。1点を先制されたすぐ後ゴールを狙う、あっとチャンスだ、リバウンドまだある、日本チャンス、見事なキックでしたが、わずかに入りません。あとですがね、キーパー弾きます、やっぱり雨ですからね。はい、はい、行ったのは手塚君、あ、松浦も行きましたね。松浦、フォワードが2人行きました。石上のヘディングでした。ホイッスルが鳴りました。どうでしょうか森さん、やっぱり3分の2ぐらいが水になりましたね。そうですね、まあ、ほとんどもうゴロのパスっていうのはもう全然通りませんのでね。なるほど、まあ、今岡野さん言われたように、とにかくいかに早く相手のゴールの前へ、ね、はい、蹴ってそれ遅れずについて走り込むかという ね、 あ、なるほどね、そういうもう単純な、ね、はい、ことに徹し切るということが大事だと思います。西村ヘディングシュート、キーパー、いやー、今西村がちょうどワールドカップ予選の北朝鮮戦のようにいいパスを出しました。今のプレーです、いや、いいキックです ね、 いいパスですね、素晴らしい。キーパーちょっとポジションが前すぎましたからね、戻りながらだったから怖かったですね。そうですね、松浦のヘディングシュート、ナイスコントロール、いいプレーです。思わずロイヤルボックスから拍手が出ました。なかなか岡田さん、いいプレーでしたね、相手の突っ込みよく予測してね、はい、ボールをちょっとかわして、やはりああいうのは経験でしょうね。あ、なるほどね、あのあたりが森さんね、言うなれば世界の最高のリーグと言われるブンデスリーガで活躍した技術の片鱗ですね。そうですね、まあ、次に相手が来てるっていうのもうパッと頭の中に絵が入ってるわけですよね、はい、だからコントロールと同時にキュッとその縦にかわすっていうね、はい、向こう側のスローイン、日本ボール、ボールが入りました。流す、フランク・ノイバーグ、堀池が絡みます。2番の加藤久志、キャプテン、マイヤー、右のオープンへボールが出た、いいキックだ、危ない、おフランク・ノイバートのスライディングシュート。いやー、この辺りは森さん、本当のジャーマン魂というかファインゴールですね。そうですね、今のは本当に逆サイドも完全にねフリーにしてしまいましたね。見事なスライディングシュート、ギリギリ 7m32、 左のポストに入りました。2対0、残り時間もう1分がありません。宮内がボールを入れました。奥寺、ああちょっと奥寺が気遣ってましたね。ハンドじゃん、ああなるほど、いたボールをね、はい、ものすごい雨です。どうでしょうか、まあ、予報は入ってこないんですが50ミリ以上じゃないかというような感じがしないのもありませんがね、このまま降り続きますかね。降り続きますね、はい、ここで前半終了のホイッスルが鳴りました。2対0、ブレーメンがリードです。でゲームは後半です。ヴェルダーブレーメン、メンバーが変更があります。5番のブルーノ・ペッツァイに代わって18番のマチアス・ルレンダー、そして11番怪我をしましたノルベルト・マイヤーに代わってフランク・オルデネビッツが入りました。左側にグリーンのユニフォームのブレーメン、右に白、日本代表です。まあ、今日のゲームは4人まで共に交代ができるということであります。しかし岡野さんね、私今胸がこうグーンと締め付けられるような思いをしましたが、もう素晴らしいって言いますか、
ぱファンの熱気を感じるんですがね。そうですね、これだけの豪雨でしょ、はい、その中でもうずぶ濡れですよ、はい、懸命に日の丸を振り、やっぱりあの日本代表とそれがサッカーを楽しまれるというファンの姿初めて見ましたがね。ありがたいことですね、本当に素晴らしい熱気を感じます。ゴール前、日本代表ユニフォームを着替えました。しかしほとんど、まあ、30秒ぐらいでびしょびしょになるでしょう。あっと危ないぞ、ブルース・ビューラーが来た。いやー、この辺りのボールのキープ力、キックがちょっと小さい、ルレンダーのシュート、見事な右足、マチアス・ルレンダー。いやー、怖い場面ですね、森さん。そうですね、まあ、今のは枠へ行ってれば松井君がねセーブできたと思いますけどね、はいはい、最悪のコンディションを表している国立競技場なんですが、プレーは素晴らしいプレーが展開されています。奥手だ、カットした西村、あっとホイッスルです。12番のジョニー・オッテン、ジョニー・オッテンです、25歳、本当に忠実なプレーヤーです、まあ、あの岡野さん、このブレーメンというチームはオットー・レーハングスさんがおっしゃるように、いわゆるスーパースターはいらないと、全員の力でもってブンデスリーガを制覇するんだということで、一つの、まあ、そうした監督の方針のもとに最近はブンデスリーガで上位を占めているわけですね。そうですね、本当にルディ・フェラーぐらいですよね、はい、もちろんあの代表歴があるプレーヤーはたくさんいるんですが、いわゆるワールドクラスということでは、まあ、現在のところはルディ・フェラーだけですね。そうですね、まあ、彼も怪我が、ね、多くてちょっと今シーズンもあまり貢献できなかったですが ね、チームには。あー、深いボールだ、いいボールが入った、危ない、あ、これはキーパーチャージ、これはキーパーチャージ、完全にマンフレッド・ブルグスミューラーのキーパーチャージ。今日はキーパーの松井清隆も大変です。鼻に入ったんですか、なんか肘鉄でも食わされたですかね、そうですね、10番のプレイヤーに注目してください。 あ、行ってますよ、もう完全にあのキーパーへ ね、行ってます、キーパーへめがけて潰しに来てますね、はい、今のはこの辺りも岡野さん、ワールドかつてはワールドクラスで歴戦の勇者という感じがしますね、うん、それとね、はい、どうしても雨でしょ、はい、だからボールの落ち伏せには多くの選手が行くんですよね、はあ、だからある意味ではね、審判から死角になる時あるんですよね。このくらいのことはもうこういう選手は計算しますからね、はい、いやしかしやっぱりブレーメン力強いですね。ベンのメールマン、メールマンからシャーフ、2番はシャーフ、タッチを割りません、津波、よっと12番の松浦でした、横田、チャンスがある、木村和志か、柱谷、6番の津波、まあ、今日はあのグラウンドが良ければ深く守って固く守ってカウンター狙いと言っていた石井監督の、まあ、攻めの方針なんですが、こうしたグラウンドコンディションではなかなか出しにくいんです。そうですね、本当にね、強靭な体力の勝負ということになってきました。そしてスタミナ、持久力とパワーの瞬間的なパワーの勝負です。西村明宏、キャプテン加藤久志、しかしこうしてあのどうでしょうか、テレビのキャメラのレンズで覗いた各プレイヤーの、まあ、集中の度合いというのがお分かりいただけるかと思いますが、全然疲れたという顔は岡野さん見せてませんね。まだねアップで見るとね、あの日本の選手いい顔してますよ、みんな。15番、変わったオルドネビッチのドリブル、奥寺、あっと悔しがります。奥の集中がすごいですね、今日は気合入ってますね、本当にね、気合入ってますね、ものすごい。今日はあのこの国立競技場に1時間10分ぐらい前に登場したんですが、ちょっと奥の表情が森さん怖いくらいでした。そうでしょうね、はい、ですからあのやはり言葉遣いがですね荒いんではなくて激しくなるんですね。奥寺、
ああいいパスです。6番のベンメールマン、あっとクリアミス、危ない。これはボータバーセンタリングだ。あーナイスクリア。まだ小さい、もう一回ボータバー、いやーこれは転倒。7番の堀池ルーキー大転倒です。よく反転しましたね。そうですね、堀池匠海、かつて高校選手権でこの国立競技場を沸かせたプレイヤーです。若武者も岡田さん、なかなかいい表情をしてるじゃないですか、今よくやりましたね、はい、体があれだけ効けば本当にいいですね、はい、あっと危ない。あ、PK か、あ、違う、奥寺がファールを取られます。なぜだというふうにして長岡さんに言っていますが、理解できないとすごいですね。もう一回言ってますよ、もう一回大久保すごい今、あ、松井に当たりましたか、このプレー。松井君をいたわりに行ったんだ。あ、そうですね、松井をいたわりに行きました。残り時間はあと2分ぐらい。メールン、そしてオルデナビッチ、オルデナビッチ、これに絡んでエチゴ、あー、ユニフォームを引っ張った。最後はオルデナビッチ、エチゴのユニフォームを引っ張りました。しかし岡野さん、世界のトップチームがこれほど勝敗にこだわってゲームをするっていうのも気持ちのいいもんですね。そうですね、まあ、日本チームがそれだけの力を出させてるわけですからね、はい、あ、津波いいボールが入ったぞ。どうかこのリバウンド、原、原が行った、シュートができるか、柱がいった、あーっとシュートしましたがダメ。惜しかったですね、松浦からラストパス出ましたが惜しいところダメでした。12番の松浦、これです。うわー、惜本当は50センチぐらいですね。いやー、そうです。キリンカップサッカー86、日本代表とブレーメン、もうワンプレーでしょう。笛が鳴りっぱなしです。ファンのラッパが鳴っています。まあ、しかし岡野さん、日本代表も本当に見事ですよね。タイムアップですね、はい、これでタイムアップのホイッスルが鳴りました。奥寺がレフリーとバッキリと握手、もう日本代表とはおそらく相まみえることは岡野さんないでしょうね。そうですね、もう今度は逆に日本代表でやる方でしょう。そうですね、はい、キリンカップサッカー86、本当に見事なプレーを展開しました。日本代表とブレーメン、2対0でブレーメンが勝ちました。解説はおなじみの岡野慎一郎さんと森高木さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。それではまた来週のこの時間お会いします。ごきげんよう、さようなら。